江戸川ボートレース場は東京都江戸川区東小松川3丁目にあるボートレース場。全国で唯一河川の水面を利用した競争水面を持つ。1955年8月12日に初開催が行われた。江戸川区にある協定場ということから江戸川の名を冠してはいるが、実際にレースが行われているのは中川である。2010年度以降の通称は ボートレース、江戸川。2015年度以降、現在の正式名称、江戸川ボートレース場となる。主催者は、東京都六市協定事業組合と東京都三市、収益事業組合で、いずれも一部事務組合である。施設のオーナーは、関東工業で、東京都三協定上施設所有企業中唯一、鉄道、または、同系列会社資本ではない。また、 日本最東端の協定上でもある。2014年10月17日には、大土系付近に水死体が浮かぶ事案が発生した。正月には、新春金杯ゴールデンウィークには、ゴールデンカップ、お盆には、大江戸賞、年末には、慶応賞が行われている。企業杯として、朝日ビールカップが行われている。例年、6月頃に周年記念として、江戸川大賞が行われている。 全国で唯一河川の水面を利用した協定場である1。川口近くに位置し、水質は海水である。風の影響を受けやすく、そのために競争中止がよく発生する2。また、川の流れのほか、河口に近いことから、揚げ潮や下げ潮による水位の影響を受けやすく、協定場の中でも屈指の難水面として知られている。 インの勝率も全国平均と比してかなり低く、アウトコースからのめくりが決まったり、難水面ゆえ、レース中で順序が入れ替わったりすることも、ままある。このため、選手の中には、江戸川協定場を受け付けないものが多くいたが、2001年1月から原則として協定場への圧戦拒否は、選手会と試向者との話し合いで不可能となったため、現在では、全選手が出走する。 得意的な水面であるため、定海トップクラスの選手でも旋回に苦戦することがある。逆に、江戸川を得意とする、江戸川号車と呼ばれる選手も存在しており、実力が逆転することが多く、この水面に対する降雪は予想のファクターとして、多情以上に重要な意味を持つ。特に潮流と風向きがぶつかり合うと波長が長い、うねりを伴う、波水面となり、 波乗り技術の差が大きく出る。古くは、高田昇大岩明、植草英二豊川二郎、上山吉夫、茂垣達也などが、波水面を得意とし活躍した。侵入はアウトや等が大外に出る以外は、ほぼ全レースが3対3の枠なりとなる。これは、潮の道引きに、スローに入る手は定められた時間までに、ホームストレッチに手を入れる必要があること。 ナイキにより3コースまでに入る手はスローに入れるという決まり。前付けの反則を厳しく取ること、およびピットの位置などの問題もあるが、基本的にはこの水面の特殊性ゆえに、選手間に存在する暗黙の合意に基づいている部分が大きいようである。なお、1991年から2002年にかけて、フリースタイルの侵入が採用され、三から三スタイルのナイキ配前付けを含む、 コース変動が可能であった。実際、1991年の36周年、記念の優勝戦では、岩口昭蔵が43周年記念の優勝戦では、金井秀夫が前付けを成功させているが、連帯には至っていない。また44周年記念では、初日のダイヤモンドレーサー賞において、 17年ぶりの江戸川参戦であった中道義弘が1号艇の熊谷直樹、2号艇の浜野谷健吾に対して前付けを観光し、陰逃げを決めている。ただし、当時はスタート展示がなく、前付けを予測すること非常に難しかった。スタンド対岸に大型映像装置がない。これは、真上に高速道路があり、大型映像装置を設置できないためである。代わりに、 スタンドの2マーク側に小さな映像装置があるため、スタートの際などにレースコースに対して横に向きながら観戦する。首都高速からは、レース場付近から防音壁が高くなるために内部を見ることができない。なお、首都高速下の堤防からは、場内実況は聞こえないものの、無料でレースを観戦できる。また、堤防の乗り面自体が階段上のスタンドになっており、 船券購入後に水面に出るには一度堤防を登らなければならない。さらに建物とスタンドの間は都道となっており、レース開催日は締め切られ、レースが開催されていないときは道路として利用される。2012年4月3日に外交発売所がボートレース365としてリニューアルした。当初は1日最大8馬を発売し、全国最大であった。 営業時間は7時30分21時であり、モーニングレースを発売する日もある。2016年7月16日からは1日最大12場に拡大する。なお、施設名称には365と入っているが、年間営業日数は330日である。魔人像江戸川は、協定上、日本一の南水面と言われ、以下のレースは、その影響を大きく受けた。 無料バス、ありがとうございます。